昭光寺は、富山県高岡市伏木湖国府にある浄土、新州本願寺派の寺院。三号は、雲竜山。本尊は、阿弥陀如来。多くの文化財を有することで知られる。地元の人からは、古古半藩の愛称で親しまれている。昭光寺の起こりは1471年。蓮女が、越中とな軍家に谷小土山に創建した、土山御坊で、蓮女の四男、蓮武慶が置かれた。 その後1494年にカニタニ昇を牙へ移転。火災による消失後1517年、佐渡にあった純徳天皇五眼寺昇降寺を再興、寺号を相続して昇降寺と称した。1519年には安陽寺村に移転、蓮受慶の次男実現が安陽寺城を建てた。昇降寺は戦国時代随仙寺と並んで、 越中一向一揆の中心勢力として猛威を振るったが、1581年五代健康の時に石黒朱月那に焼き討ちされた。1584年、笹成政が古国府城の土地を越中一向一揆に寄進、健康が移った、この地位が現在の昇降寺である。笹成政が富山の役で敗退した後も、加賀藩前田氏の庇護を受けて境内が整備された。 第10代加賀藩主の前田治治は藩主を継ぐ以前の若年期に一時出家しており、ここで得度している。かつては法案校の際に工事団が熱心に行われていたが、不教師の質の低下に伴い廃止されると、参詣者も減少の一途をたどった。1998年より国の補助を受け、江戸時代の姿を蘇らせるべく大規模な修理が行われている。 痛みのひどい箇所は半解体修理を行うなど復元保存修理を進めている。2020年1月現在、総音を残しほぼ完了しており、同年11月頃に20年以上にわたった工事が全て完了し、2021年の春頃に竣工式を行う予定である。修理総額は約70億円である。敷地は土塁、空堀で囲まれており、 越中の国府跡という伝承がある。境内は東を正面とし、総門、空門を入った敷地南寄りに大規模な本堂が立ち、北寄りには、大広間、書院、台所など、自走の居住、接客用の建物群がのを連ねる。近世建立の同社群がまとまって残り、近世寺院の景観を残す点に価値が認められる。建造物は、 本堂と唐門の二棟が1988年国の重要文化財に指定。草門を含む十棟が1995年2に追加指定された。本堂1795年建立。間口39.3メートル、奥行き37.4メートル、高さ23.5メートルの大きな建造物で、全国の国宝、重要文化財の建造物の中で8番目に、 大きい床面積を誇る。屋根は、阿鉛合半吹である。もともとは、鉛吹きの屋根だったものが、明治時代に瓦吹きになったが、1998年から2004年まで、行われた本堂の大修復で、環境に配慮し鉛吹きに、色合い、光沢が近い阿鉛合半吹きとなった。総門1840年建立、間口5.4メートルの高来門。 カラー七1769年建立、前後の軒に、東ハフがつく間口6メートルの門。1893年京都、高章寺寄り2層の北前船を利用し意見。2014年まで行われた修復で、道井田吹から日和田吹に復元された、鈴見道1733年建立、総門をくぐった、正面。 堀割に面して立つ二層の入りも屋造りの建物で、城郭の矢倉に似た外観を持つ、共同1805年建立、宝蔵江戸時代末期建立、お玉屋1810年建立、式大門1775年建立、大広間及び式大江戸時代初期建立、台所1863年建立、書院及び奥書院1671年建立、 五内仏1688年混流、カラモンカラモン鼓道共同落中落外図佐籍、商工寺本、高岡市美術館帰宅、筆者は、カノタカノブ及びその周辺の絵師家、商工寺宝物工芸品28品、絵画14点、彫刻1点、書籍13点、古文書180点、目録展覧会図録雑誌記事、ありがとうございます。